京まで次来た方がいいじゃないですか。はい、ちょうどこの辺りに今から見てますけども、この辺りというとちょっとこう黄色っぽい感じやとか緑っぽい感じが少し出てきますので、この今度にで、ここって一体何色なんやろって考える前に一旦塗ってみて、そこから修正していくっていう方法を覚える方が、あとランドですね、うん、でここでこの色って一体何色なんて思ってたってほとんどわからないのが多いですから、それやったら一旦思った色をここに出してみて、その色を混ぜながら作ってみたらどうでしょう。縮こまって行動しないよりはやってみて、いやもうあの大胆に塗ってしまえという方が、修正が効くっていうのがこの画材の特徴だったりするんですか。特徴でプラスですごくいいところだと思います。なるほど、はい、ですからあのいやこれ分からへん、何色じゃなくて、いやこの色ちゃうか、この色ちゃうか、この色ちゃうか、その色で一点作ってみて、それで塗ってみたら どうなっただろうということでしょう。うん、まあ、だから若干の失敗はあるかもしれないけれども、いや失敗した方がいいです。あのね、うん、こんな色って何色って言われたって分からへんわけですよ、うん、例えばここに、まあ、一番近いと思われた色をこの辺に出しますね。でこれ遠くですから、今度は少し遠いので青系を入れますよ。で少し薄めてみましょう。少し青系入れます。うん、ここで出てくる色っていうのがここで出てくると少し違う、こんな色をとりあえず塗ってみました。うん、もうちょっと青っぽいかな。じゃあここでもう少し青入れて、もう少し青でやっていくことだよ。まあ、もうちょっと強くいいかな。じゃあもうちょっと薄めで白入れてみましょう。うん、もうそうやりながらここで作っていく。あ、大体これぐらいの色の方が収まりがいいのかなっていうのを、ある程度作ったら、そのままで一旦塗ってしまいます。でこれが完成色ではないので、あくまで。なんかもうここで大事なのは、一応下絵で、あ、この色とこの色と合わせたらこんな色になりましたよね。うん、じゃあここでもうちょっとこうやった方が、ここで青入れたら、こんな感じになりましたね。でこれもここでなるべくムラを作ってしまう。でこのムラが結構ずっとあるとこう生きてくるので、はい、大事なのはその方向のタッチです。例えばこの山がこうなっているのであれば、タッチとしてはそちらの方に流すようなタッチが中心。何でもいいから適当にこうやらない。ある程度この それに沿ったような方向をある程度決めながら、色味を少しずつ少しずつちょっと変えたのを入れながら。そう、筆の方向についてっていうところでは、あれですか、生物画の形の取り方というところと、まあまあ、2回転の方がありますね。同じような。なるほど。あの、リンゴ流れるときにリンゴに沿ってって、あれと同じような形で出てきますね。で、これで同じ色塗ってみたけども、温度が少し濃いめだと。じゃあ、青系を少し入れて、青系で調整したとやる。ということをやります。で、あの、どこにある山なので、どうしてもこの、思ったよりも青系が効きますね。で青系がうまく塗ってこないとその通りの感じで出てこない。でこのゴシ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 薄くやると薄さがこの明るさにはなります。薄さが、はいはい、直筋が透けてる。そうです。それがね、あの逆に明るさになるので、じゃあここのあこれぐらいの色味はちょうどいいんちゃうか、じゃあこの辺に合わせたようぐらいの色味をこのところにちょっと置いてみよう。です。要するにあの見ながら確かめながら自分で、あここもちょっとこんなんや、ここもちょっとこんなんやで作っていくんです。でその時にちょっとあの頭に置いておいてほしいのは、思ったよりも後ろ側っていうのは青気ないんだよっていう頭なんですね。このエア感というか空気感による遠近法になってると、空気遠近法を使うつもりで、写真ではそのあたりがこう結構分かりにくい場合が結構あるので、そのあたりは自分でそれで作りながら描いていこう。生物画からこの風景画に変わった途端にこの形が取れないとね、おっしゃる方が結構多いですね、いらっしゃるんですが、多いですね、あの風景画の方はやっぱり情報量としてはすごく多いので、うん、あのまとめていくことは結構大変ですね。生物画の方はそういう意味では情報量は少ないですから、描けるには描けるですね。であの極力気をつけなかったのは、暗いから黒を入れようとか、明るいから白を入れようっていうのをちょっと下げて、うん、ちょっと下げて、黒の代わりに自分が使いやすい色、白の代わりに自分が使いやすい色、その分をちょっとこう自分で作ると、あの少し色味が変わってくるんだろうと思います。そうしないともう青を塗ったらすぐにもう黒やったら黒バッてやってしまうと、ブヨーって積もってしまいます。これ輪郭線を描くっていうことはないわけですね。そういうことです。そういうことなんです。でこれ次やるときにまたここ入って塗りますから、じゃあここに一色で塗って線は何なんだよということになってしまいますよね。でこうやって少しずつ少しずつこう形を作っていくというのが、その都度その都度、たまらんから変えの方出してもらわないかって面倒くさいんですけど、ある程度こうやってずっとやっていくと、こう大体2回やったりの色
ほぼほぼつくということは、うん、まあ、同じ色をこう大量に作るということはもうそもそもが、ああ必要ないと思いました。むしろもう2、3回筆をこう2、3回置いたらもう色変えてしまえ、うん、でまた2、3回置いたらもう色変えてしまえの方がいろんな色に扱えると思います、うん、もう一色にこだわりしておいてたら、ただおよその色は置いてるんですね。およその色は置いてます、うん、だから自分でこの色入ってんちゃうかと思ったらもう躊躇せず使ってしまえと思います、うん、そう1ギメと同じようにこの下塗りの段階で、色の配置というやつもなんかおよその配置が、そうですね、およその配置が、うん、でここで少しちょっと濃いめの色出てきますので、ちょっと濃いめの色使いますが、これ黒じゃありません。ビーンズグレーって言われる色なんですけど、これもグレーなんですか。ビーンズグレーって、まあ、ほとんどね、油絵で言うとインディゴって言って濃い、ブルー、濃いブルー、はい、ちょっとくすんだ濃いブルー、要するに黒じゃないですから、ほぼほぼ黒なんですけど、はい、薄めればブルーです、うん、これはそのままで濃いままでボンと塗ればこれほぼ真っ黒です。ちょっと待ってくださいね、ほぼ真っ黒、ああそうですね、だけどこれ薄めて塗れば当然青が出てくるんです。青気が出てくる、混ぜ込んで、混ぜて塩とかで潰せば、はい、青系が出てきますよ、ね。それとこの辺のちょっと濃いめぐらいのところに、これ全然あれでしょ、だからなんか見えます、ね、そんな濃いようにならない。だけど黒はこうやると灰色になる。だけどこれはブルーなんで、混ぜてもブルーのままです。はい。そうするとここあたりのこの辺のこのちょっとこうブルーの感覚がある程度この辺のやつを使うと使えるのではないか。というか、またこう中継に色を置いていっているという感じですね。はい。でこの辺がまあ明るくなったり濃くなったりで、結構難しいんですけど、ある程度こう大体の色味を、ここに細かい色がありますけど、後で修正しますので、この大体のこの辺の色味をこうつぶって作って、それが全体として合えばそれでいいので、この段階でいやいやここはここマジ打てますねと、そんな必要性は全然ありません。であまり濃く塗るのは合わなければ、薄めにシャカシャカにしても塗ってもらってパターンません。下に垂れ下がるぐらいシャカシャカにしても問題があります、うん、最初の鉛筆の線がどんどん分からなくなるのが不安ですよね。これですね、だからもう鉛筆である程度ラインを作ってますけど、はい、こいつらだけを目安にして、あと上からどんどん色を置いていってるっていう感じです。確かに、不安ですね。こいつをここにちょっと上に上げてしまいます。邪魔ですね。日本画が絵の上にありまして、はい、映像はちょっとね、キーゼルの方に集中しましょう。で手前の方に行くと少し緑が出てきますので、少し緑が出てきます。円形は青くぼんやりと、金形は、濃くすっきり、濃くすっきり緑系が増えていくと思います。でこれも今ほとんど赤なんですけど、今も塗りつぶしてますね。これ先に塗ったやつ、塗りつぶしてますね。でなるべくね、はい、近くで見なくて距離を取ってほしいのは、その近くで見たときにこう細かいのが見えてしまうと全体の色味がわからなくなってしまうんです。だからある程度こう離れてみると、ぼやーっと全体の色味だけ出ますよね。その段階で、あ、もうちょっとこれ濃いなとか薄いなとかっていうのは修正がきます。これ細かいところ見るとね、修正効かなくなっちゃいます、うん、もっと濃くても大丈夫だぞとかっていうのだと、もっと濃くても大丈夫っていう、そういうような気がします。いや、ここ聞いてもてるやんか、気にしないからねそういう意味では、だから鑑賞する時の感じを持ったまま、持ったままです、ね、これが要するに遠くから見た時の全体のバランス、近くに来た時には細かいとこ描いてるよねっていうのは後回しなんですけど、うん、この段階ではきちんと聞いたら頭からそのままにならないので、割と隙間なく埋めていくんですね。隙間なくで、さっきみたいにこう下塗りしてるのを枯れていますので、はいはい、枯れているので結構隙間残さないでそこを埋めてしまいます、うん、これは布地のままということがないようにという、でこれで一旦コーティングするとこの上から塗りやすくなる、うん、それも兼ねているので結構
なんで、なんか塗ってしまいます。空いてたら、空いてる色です。構わないので、塗ってしまってください。で、これ、形が後で直っていくことは自由に直っていきます。ちょっと、ここのところに赤がありますので、一回ちょっと赤を見ます。これ、あの赤じゃなくて、この茶色です。なんだろう。バーントシエナ。はい。よく使われる茶色の。ちょっと、どこ見ましょうか。ああ、そうですね。アップで見るとね、はい、だいぶ茶色です。はい、だいぶ茶色です。はい。これ塗ってしまいました。というか、秋の紅葉の葉っぱの部分ですね。このぐらいの状態で、場所だけ確かめましょうね。場所の上だと。はい。これも、後ろのやつ混じります。はいはい。はい。混じらせてください。これぐらいまで来ると、でも、あれですよね、その、遠見というよりは、こう、この形は本来は日本で日本の写真でははっきりしてますから、そうですね、うん、ただこの上に例えばこういう濃い色をある程度置いていけば濃くはなっていきます、うんうん、なので今の段階でこれをする必要があるからまだ今のところないような気がします、うん、むしろこの後ろ側にこういうのがあってこう隙間も空いたりしますから、はい、あんまりその辺も気にしないで大体大雑把にこれぐらいの感覚でここにあるので、で構いません。たぶんね、最初のうちはその大雑把っていうのがすごく分かりにくいなと思うんですよ。うん、この大雑把が、いや、私はもうちょっときっちり描きたいねという形になってしまうんですけど、下塗りがこんな形になってると思ってもらったらどうでしょう。そしたらある程度いいでしょうか。この辺にこういう。どこまでが、ね、許される範囲なんだろう。ああ、さあ、それがね、それがね。うん、でもこれ、誰から見て、あかんやないかということだと思います。まずこの段階の方向に行くっていうのがあんまりあの学校の水彩では見たことのな い, ないです。多分学校の先生でこの見方できるし、まあ、うまくないです。これ茶色です。これで今塗ってるの茶色でしょ。どう見たって緑のところに茶色だよなっていうようになりますよね。ここもまず茶色塗ってしまいます。はい、その上からまあこういう緑を。まあ、濃い緑が濃い緑そのままですね。これダークグリーンで結構濃いめの、はい、もうちょっとねっとりと、はい、それあれですか、やっぱり水で薄めない、あの濃さをちょっと増したい。なるほど、そうしてます。理由としてはそれだけ、別にで、ある程度この辺はまあ違うになってきますと、そこちょっとこう位置的なものちょっとあって、少しちょっとこの辺の明るい部分にいますので、少し明るい部分にいます。細かく書き込みはしなかったけれども、この辺がだからやっぱりあれですね、場所決めがされているので迷いなく、その迷いなくです。この辺、ここにもあんな間違いない、場所だけ決めてやるから間違いない、はいはい、なんでこの辺にこれを作っていけばもう問題なくそこに入っている。この、その写真からこの色の置き場所というか、うん、ね、が見えるようになるのがまずちょっと大変かもしれないですよね。知れないですね。だから最初にこう、まあ、自分の思った通り好きに塗っていこうと思うと、結構だからほんまに1ミリだけちゃんと一人でやると位置さえ決まっていればある程度間違いなくいけるって思います。
あるので、ほぼほぼ近景はなんていうんですか、これ鉛筆の線見えなくなりましたもんね。もう見えないですね。だけどもう場所的にはもう間違いないので、このままで塗っていて大丈夫だということですね。あとこの辺にちょっと向こう側の山っていうに色になりますか、うん、ファーズの色を混ぜていってやるっていう感じですか、なので、ね、どこ近づけられるとこは近づけますけど、あとは今これほんまに色が近づいてる、形が近づいてるってほとんどそのもう気にしないである程度こう色を置いてますので、あとでこれ修正を買っていくか、これがまあ一応下塗りになりますか、あるはずのところにないのであればその色を置いてちょっと作って、もうちょっとここにもっとこんな色やとかっていうのがあれば、この色の段階でできるだけ置くことですね。で少し赤いけどもちょっと緑見えますので、少し入れてみます。これぐらいの濃さのがここにこうあって、いやこれもっとこう重なっとるよなっていうのはここで修正してください。これが唯一のなるべくこうやって修正して大きさとか合わせていって、でこの位置関係がそれぞれ合ってくる。ここからここまでが下塗りですよという切れ目というよりは、あれですね、どこまで詳しくして、そうです、色の確かめだけですね、確かめだけです。で例えばこの板色が、いや間違ってますじゃなくて、ここにある程度 これぐらいの濃さの色が必要になって、であとここでここはもっと高い見えた緑になるとかっていうのは元々の話になりますね、で塗った時に、いやもっとこない、いやあもっとこないと思ったら、もうその色をそのままで何々かが溶いていったらいいんやと思うんです。それからこう直してるだけで、この辺に少し緑っぽく見えるので、と思ったらもう緑入れてしまいましょう。でこれ後でこうきちっとやる時に緑入れてどういうのこうってすごくしにくいので、この段階でこう自分がきちっとやるってなって、これで一応下塗りそのものは大体終わってます、はい、ここまでです。はい、これだ、これでこの段階で見とかなあかんのは、これで濃さとか場所とかの大体はこれでいけてるかどうかです。で一番のメインはこいつですから、でこいつとあとこのちょっとこう濃いこいつの関係と、あとこれ全体のこうバランスがいけてる場所で、ですね、あとここから修正が入ってきて、山も少しこう修正が入ってきて、で全体がまとまっていくという形になります。明確な区別はないですが、とりあえず今回この下塗りという段階が一応完成という、はい、今好みによってもうちょっと詳しくいきたいと思えば、で普通はこのままでだから、あもうこれでできたって言うんで、じゃあ、例えばよくやるパターンはこの辺りがいい色出たから、じゃあとりあえずこいつからやろうという場合と、はい、この辺りにすごくいい色が出てるのでこいつを生かしたいからここから始めてみようっていう場合と、そのいろんななるべくいろんなことしてると、そこにあここにいい色が出たとか、今回はここにいい色が出たとかっていうのが、その都度その都度違う、じゃあここから始めてみようとか、その色どう生かしたい、場所によって、だから必ずしもこう順番通りにしていくっていうことじゃなくて、偶然に出た色をなんとか生かしたい。はい。だから本当はここまでおとなしくないで、もっと色を混ぜて、こちらこちらにいろいろ塗ってると、あ、ここは色出たよなっていうのが、どっかで見つかると、そこからスタートができる。決まり事というよりも、ご自身の描いた中から、その発見をする。そう、探す。で、この中間所、あ、これ結構色出たで。じゃあここを生かしながらここから作ってみよう、全く絵の素養のない、ね、経験のないとこから言うと、何が良くて何が分かんないよ、発見と言われても、でそれはね、最初に、ここのこれいい色出てますよとかって言ってくれる人が一人おると、すごく助かるわけですよ。だからここのこの色味のこの感じがいい色出ましたよねっていうのは、最初はいや、あそうなんだって思えるところであっても、例えばこれが控えてる分、影の分、この辺の感じがいかに出ましたよねとかっていうのを本当は誰かポッと言ってくれる人がおるとすごく助かる、はい、それなかったら不安の塊みたいな、
そうですね、はい、まあ、ここまで苦しくて進めないかもしれないですね。だからなんでちっちゃい筆を使わないで、うん、大胆に大胆、はい、次回はどっからというか、まあ、その徐々に仕上げていくというかですね。もう徐々に仕上げていきます、うん、もう仕上げてこれで、あ、大体これでいけてるよってなったら、例えばどっからでもスタートは可能です、はい、例えばこの辺りから作っていきましょうか、はい、この辺りから作っていきましょうか、それは構いません。ゴールに向かって、そうです、完成に向かってもういけばいいですね。で、アクリルの絵の具の特徴からいくと、例えば油みたいにこっち塗ってこっち塗ってこっち塗ってってやってると、その間にここ乾いてしまうんで、はい、順番にやっていくとね、うん、そうすると濡れてる間に作業したい部分がありますから、例えば今回はここの部分だけをとりあえず集中的に仕上げてしまいます。一遍実験的にやって、次やるときにこの部分をまず一遍仕上げてしまいましょう、うん、でも全体のバランスとしてはこれぐらいの色味でいけるはずやから、ここをこれぐらいの色味で仕上げていって大丈夫なんです。何箇所かを完成させてみる、はい、完成させてみましょう、はい、はい、それからちょっとつなげていってどうなっていくか、ちょっと一遍やってみましょう、はい、ということでここまでで下塗り完成ということです。次の動画を楽しみにお待ちください、はい、ありがとうございました。楽しんでいただけましたか？チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。